いた、板橋花火大会は、毎年8月に、東京都板橋区、船戸の荒川の戸田橋上流の河川実機において行われる花火大会である。1951年に、埼玉県戸田町と東京都板橋区間の、飛び地を含む複雑な都県境をよりシンプルで、分かりやすくするため、都県境変更を行った。これを記念して開催された戸田橋花火大会が、 元となり1952年より共同開催となったものであるは公演として参加。戸田川では戸田橋花火大会が同日開催される。1965年から1972年までは交通事情の悪化により一時中止されたものの、その後復活し、現在に至っている。同大会の名物は長さ500メートルにわたる網地掛けである。また、 広い荒川の河川敷を生かし、対岸の戸田橋花火大会とともに、尺玉も数多くの打ち上げられている。2003年からは有料指定席が導入された。近年は毎年8月第1土曜日に開催が定着している。2010年現在は戸田橋花火大会との合計で約1万千発ほどが打ち上げられる。現在では、 いわゆる東京三大花火大会に迫る規模の花火大会となっており、伝統の隅田川に対する実力の板橋との別称もある。会場内に駐車場、駐輪場がない上、大会中は会場周辺はの車両の乗り入れが禁止されるため、板橋区は公共交通機関での来場を進めている。会場の最寄り駅は JR 埼京線、浮間船戸駅、都営地下鉄三田線、 西大駅、蓮根駅、高島平駅であり、駅から徒歩30分である。また、会場から徒歩15分の停留所に、東部東上本線東部練馬駅、成増駅から、国際工業バスの路線バスが出ている。また、埼京線と、直通先の川越線、東京臨海高速鉄道臨海線、都営地下鉄三田線、国際工業バスは、臨時ダイヤを編成している。 陸上競技場、野草広場、芝生広場、公式、軟式野球場では退場規制が行われ、大会終了後、約15分間退場が不可能となるほか、会場周辺の交通規制エリア内では、ドローンの持ち込み、飛行が禁止される。また、平面積に使用している道路は、緊急用河川敷道路であるため、災害発生時は、速やかな退去が必要である。さらに、 会場周辺では携帯電話がつながりにくくなることにも留意が必要である。ありがとうございます。